一文字棚子は、濃い恋濃い方なご赤たナゴ族に属する、淡水魚である。種商名は、青い縁を意味し、本種の体側を通る、青緑色の縦状の先頭にある半門に由来する。この半門は、側線鱗の前から数えて6から7枚目の、髪型にあり、そこから、尾ひれの起点あたりまで太い暗色の縦状が続く。これが、関数字の一のように見えることが、 和名の由来である。日本湖有種。琵琶湖、淀川水系、由良川水系、濃尾平野、木の川水系、三方湖に分布する。琵琶湖産コアユチ魚の放流に混入して、広島県、富山県、岡山県、熊本県、四国と西日本各地にも拡散した。全長6から8センチメートルで、オスはメスより1センチメートルほど大きい。 体型はタナゴに似ており、体高が低い。体側には、青緑色の長い縦状があり、これが和名、一文字の由来である。口ひげはあるが極めて短い。背びれ、尻びれの軟条数は共に8。側線は完全で、側線うろこ数は38から41。繁殖期のオスは、腹部が淡いピンクに、背部は明るい緑色に色づく、婚姻色を呈する。メスは、 産卵管を伸長させるが、この長さは、棚子類中で最長である。流れのない状態を好み、故障や河川、溶水路等の乾水内施水域に生息する。植生は雑誌植生で、土地魚器には動物プランクトンを捕食するが、生魚では藻類など植物食への偏りが見られる。繁殖期は、春から初夏で、大型の土ガイやカラスイを好んで産卵する。 一年で制御となり、寿命は2から3年ほど。絶滅危惧エ栄栄水草が豊富な、琵琶湖の内湖干拓、河川改修などによる環境改変に伴う生息地の破壊、ブラックバスやブルーギルによる捕食、大陸バラタナゴとの競合、干渉漁業としての乱獲により、生息地、個体数とも激減している。2007年版の環境省レッドリストでは、 以前の絶滅危惧 IB 類から IA 類にカテゴリーが変更された。ビワ湖・淀川水系では検証が著しく、滋賀県では条例により指定気象野生動植物種として本種の捕獲等が禁じられている。2009年10月にはインターネットオークションで岐阜県産の本種をビワ湖産と偽って販売した男が滋賀県警に逮捕された。 琵和湖博物館が平安神宮やオムロンと協力してビオトープ池などでの保護、繁殖に取り組んでいる。平安神宮神園の池にいる一文字棚子は琵和湖疎水を経由して移動、定着されたとみられる。その一部を琵和湖博物館が引き取って繁殖させたが、神園の池ではヘドロ体積による二枚外現象により一文字棚子が見られなくなり、ヘドロ除去後に 琵和公博物館から再導入された。ありがとうございます。